はい、皆さんこんにちは。今日はね、2020年3月15日日曜日ですね。現在ね、ここは昔の中伊豆町のあたりですね。この道まっすぐ行くとね、スイートカフェとかそういうとこがある道ですね。相変わらずね、スピードをちょっと出すとエンデューロタイヤがうなってますね。右曲がるとスイートカフェですよ。今日はね、この道をね、右に行ってみましょう。これは多分ね、車ではね、走れないような道になっちゃうと思うんですけどね。だけど、伊豆スカイラインにね、繋がってるんですよね。でもそこまでは多分、行けないんじゃないかな。難しくて。一人ですからね、仲間がいれば、なんとかなりますけどね。あんまり無理しちゃうと、帰れなくなっちゃいますからね。台風19号の後ね、崩れたとこ直してあるのかどうかわかんないですからね。途中でもういきなり道じゃなくなっちゃってるかもしれませんね。人が歩いてましたね。どっから歩いてるんだろう。道はね、舗装されてる上に杉の葉っぱが落ちててね、で濡れてるっていうね、一番やばいやつですね、これね。グリップ感がないです。ツルツルしてますよ。まあこういったね、林道散策でしたら向いてるんでしょうね。ジェベル200がね、崩れてますね。どっか多分途中で行けなくなるでしょう。でも随分奥まで舗装されてるんですね。誰が使うのかしらね、こんな道をね。未舗装突入。下りはね、走ってんのをね、動画で見たことあるんですけどね、登ってく人は動画で見たことないですね、ここはね。まあ、ゆっくり走れば走れるレベルですね。都市川林道の方がまだ難しいかな、ここじゃ。ここは乾いてるけど、石がね、ゴロゴロしてるから、エンデューロじゃない方がタイヤはね、いいかもしれないですね。いや、ほとんどね、ヌタヌタしてるところだと滑らないんで、緊張感はありますけどね。なんとかなってます。あとね、エンジンのね、下のトルクがあるんでね、その辺が非常に走りやすいところですね。難しい。もう川になってるとこですね。非常にね、難しい。トライアルタイヤの方がいい、これじゃね。タイヤはね、エンデューロは向きじゃない。割とね、難しいですよ。ゴロゴロしてるからね、石が。小刻みにね、タイヤが振られてますから、なかなか難しい。だけど、下のトルクがあってね、歩くぐらいのスピードで走ることもできるから、まあ、怪我しないぐらいの速度でね、走れるそうだから、まあ、なんとか登っていけますね。こういう石がないところの方が助かりますよね。これはね、上りで登る道じゃないな、これ。だけど、道にはなってるけど、車とか走ってんのかな、これ。わだちがないですよね。でも、ちょっとこの辺とか見ると、わだちがありそうな気がするんだけど。さて、これはどこでしょう。どっちでしょう。どっちでしょうって感じですね。どっちもね、こう左はこんなだし、右もこんなだしね、行きたくねえな。これはね、今日はすいません、皆さん、ここで勘弁してください。これ以上行くとね、遭難しそう。場所が分かんなくなっちゃってね、そんな感じします。左がこんなですよ。で、右はね、もっとひどいもん。もうこの川ですもん。これはね、命の危険を感じたので、勇気ある撤退、U ターンします。帰りもね、これも下ってて、ちょっと怖いんですけどね。ゆっくり行きたいと思います。これはね、どっかでね、上から降りる場所はわかるんですよ。で、そこから降りてきて、どっち側から来るのか見てね、それから決めたいと思います。もうこれだとね、都市川林道よりね、難しいもん。
全然難しいよ。これオンロードタイヤじゃ絶対無理だもんね。都市間林道だったらオンロードでもゆっくり走れば走れたかもしれないですけど、これは無理ですよ。登ることできないと思うんだよな、滑っちゃって。この辺はな、すごく綺麗になってるんですけどね。なんかね、車とかなんか走った跡がね、さっき自分が通ったタイヤの跡しかないんですよね。だからほとんど誰も通らないんじゃないかな、ここ。通れないよな、これじゃ。左はね、もうすごい崖ですからね。ガレ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 ですよ、これ。我ながらうまいな、何事もなく降りれて。結構なね、傾斜ですよね。よく登ってきたな、こんなとこ。やっぱりこういうすんごい荒れたところになると軽いですからね、ジェベルはね。なんとか走れますよね。なかなかね、体力いるな、これ。こういうところはなんか筋肉痛になりそうだね、そこら中。まあ一人で来るべきところじゃないな、ここは。道が険しすぎてね、これは誰か仲間がいるときに来ましょう。絶えずね、前タイヤも後ろタイヤも右左に石に弾かれてね、滑ってるような状態になって走ってますからね。もうバランスの取り方とかそういうのがね、ものすごい絶えずしてないといけないんでね。あとコースもどこを走るとかを常に先読みしながら走らなければならないんでね、難しいですよ。こういう道をね走れば、この経験がねオンロードで生きてきますから。もう舗装路に入るとね、楽な感じがしてしょうがないですもんね。これだって葉っぱが落ちててそんなにコンディションがいい道じゃないんですけどね。林道タルトメガ道線ですかね。そこのとこがまた沈下橋みたいになってて、川がね上を流れてるところになってますね。さすがにね、この硬いブーツで乗ってると足が疲れてきちゃったんでね、よかった、あのまま真っすぐ行って。どっちかは抜けてて、どっちかは多分抜けてないんですよね。抜けてなかった時に大変ですからね。またそこ戻らなきゃなんないんだからな。こんな感じの林道ね、途中でちょっと難しくなりすぎちゃったんで撤退しましたけど、ここはね特にゲートもないんで普通に走っていい林道なんですけどね。ちょっと今の私のレベルには難しすぎましたね。もう少し簡単なところで修行を積んでから行きましょう、仲間を引き連れてね。といったところで、このね半分病気じゃないといけないような林道動画を終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。それではまた。